And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation.長崎は今後の行方を占う大事な初戦を迎えました。新たなライバルたちとの戦いが始まります。このゲームはアーセナルのホームエミレーツスタジアムで行われます。チームのユニフォームに身を包んだたくさんのサポーターがスタジアムに詰めかけています。この時間はアーセナル対ヴィファーレン長崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。シュート、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。相手の速いカウンター、これを何とかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。裏を狙う、守備陣クリアの対応です。シュート、セカンド拾えるか。ここはディフェンスの対応。いや、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。直接狙える位置ですが、どうでしょう。こぼれます。長崎はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。中央上がっていきます。さあ、カウンターを仕掛けます。スペースを狙う、仕掛けるか。エジガルジュリオ、かわした、シュート、長崎先制。アーセナル相手に先にゴールを決めました。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあ、長崎この時間に先制に成功です。いや、非常にいいゲームの入りになりましたよね。この1点大きいですよね、はい、ただこの得点直後は逆に失点しやすくなるタイミングでもあるので、気を引き締めたいですよね。そうですね。スペースを狙った、上げる、頭だ、なんと止めた。しかしこれよく止めましたね。あの位置からのシュートでしたけどもね、素晴らしいですね。さあ、ファーストハーフ最初のコーナーキックになります。長崎、危ないシーンでしたがクリアの対応。ミドル、ランズデイルのセーブ。
いやー、よく止めましたよね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。長崎は2本目のコーナー、ちょっと浅いか、どうだ、ヴィニシウス、ヴィニシウスからムバッペ、囲む人数をかけます。バレッラからムバッペ、裏へ届くか、これを読んでいた、シュート、いやわずかに右へそれました。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。ウィリアム・サリバ、ヴィニシウス、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。カウンターだ。狙えるか、組み立てながら攻め上がっていく。このゴールキックをカットします。秋野、ここはつながりません。ヴィニシウス、ここでマッチアップ、カンセロへのボール、エデゴーアへ、浮き球を狙う。長崎はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。カウンターですよ。秋野から澤田、さあ抜けた、来た、かわす、シュート、来た、追加点、長崎追加点が決まりました。これで差は2点。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて、見事なゴールでしたね。さあ長崎、さらに1点を追加し2対0としています。長崎としては大きな1点になりましたよね、はい、2-0 になったことでゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、手応えも感じていると思いますけどもね。なるほど、パスでつないで攻め込んでいきます。長崎はここクリアで難を逃れます。危ない、抜けてくる。長崎カウンターを仕掛けていきます。どうだ、チャンスになる、シュート、こぼれた、残せるか、ここは通しません。ヴィニシウス、右サイドへ振ってこのボールをカットします。ここは下げます。澤田へのボール、奥ら、シュート、決まった、追加点、長崎。ここで前半の45分が終了しました。前半を終えて3対0、長崎着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。しっかり守りながら攻撃してましたよね。この3点はね、数字以上に大きいと思いますよ。3点の差をつけて前半を終えます。しかし早い時間で1点返されるようなことがあれば、まだまだドラマも起こり得るでしょう。アーセナル対ヴィファーレン長崎、長崎が3対0とリードして折り返します。後半スタート、奥らからのスルーパスは通りませんでした。シュート、ランズデイルのセーブ、
いやーキーパーいいですね。もらう前にシュートをイメージしたと思うんですけどもね、ちょっと焦っちゃいましたね。このピンチでしたがナイスセーブ。ヘッド狙いしましたんですがヘディング決まりません。グロース、エデゴーアへ、ニコロ・バレッラ、サイドを使います。これはちょっときついパスになりました。アキノ、桑崎、素早いパスで攻め上がっていきます。澤田へ、さあ裏を狙っていきましたがこれは合いません。シュート、いい反応、これはキーパーのいい対応。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。キーパーいい反応でした。このクロスには届きませんでした。フェデリコ・バルベルデ、ニコロ・バレッラ、ここは対応します。さあエジガル・ジュニオ、ここは守備の対応。このパス、インターセプト、いやー少しいい形になりかけたんですけどもね。エデゴーア、ビニシウス、長崎がこのセカンドハーフの序盤で3点差とリードしているんですが、この後の展開を北澤さんはどうご覧になりますか？もうこの後半は様子を見つつ相手に対応していく形でいいと思いますけどもね。この点差ならリシュート、ゲット、アーセナル、このゴールであと2点です。今のシュート前のボールコントロール素晴らしかったですね。周りの状況を見てシュートまでの流れをイメージしてボールを受けてますよね。それを実現するテクニックもすごいですけどね。見事なゴールでした。さあアーセナル、流れを変える1点となるんでしょうか。柔らかいボール、ここは先に触ります。インターセプトを狙う、デフライ、グロース、勝負のシーン、上げる、ヘディング、このヘッド報われませんでした。クリスティアーノ、ここは読んでいました。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。細かいパス回し、さあ一気にカウンター、さあエジガル・ジュニオ、裏へ出るか、さあトクラ、シュート、来た、追加点、長崎、これで点差は3点です。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、これスルーパスも良かったですし、飛び出しからのシュートも絶対ですね。お互いのコンビネーションから生まれたいいゴールですよね。トクラ、今日2点目のゴールです。さあ長崎、3点のリードでリスタート、スペースを使う、ビニシウスへのボール、これいいですよ、中への折り返し、クリアです。浮き球を使う、いや展開早くなってきましたね。
自分で行く。さあエジガルジュニオ、ニコロ・バレッラ、ここはファールです。これは枠を捉えることができませんでした。まあ決めればスーパーゴールなんですけどもね、あの位置からだとちょっと難しいですよね。ボールを奪いに行きます。これはオフサイドです。ロドリ奪いに行きます。いいディフェンス。コーナーキックです。ちょっと伸びてしまいました。柔らかいボール抜けた。これはファールではなかったようです。エジガルジュニオからのパスは通りませんでした。ニコロ・バレッラ、これは合いません。桑崎、これは届くか。これはどうだ。スピード上がってきますよ。さあエジガルジュニオ、シュート、長崎追加点。さらにさらに点差を離していきます。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。トクラ、カットトリック。さあ長崎、このゲームの主導権を完全に抑えています。キーパーから前線へ、これは旗が上がっています。エジガルジュニオ、ここで笛です。5対1、長崎見事大差で勝利を得ました。徳良、今日はハットトリックの大活躍、最高のパフォーマンスを見せてくれたこの選手。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。長崎としてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね、そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎、初戦をものにしました。
Fellow attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times.激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな感動を私たちに与えてくれるのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。このゲームはエスタジオシーセロ・ポンペウジ・トレドで行われます。7万3000を収容するブラジル有数のスタジアムです。この時間はビファーレン長崎対ティグレス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。ビファーレン長崎対ティグレス、このゲームゴールマウスを守るのはジーダです。これは楽しみですね。そうですね、あの反応のスピードと身体能力はすごいですよね、はい、あと彼といえばやはり PK の強さですよね。そうですよね、彼の PK ストップが勝利を呼び込んだということも何度もありましたからね。大事な場面で活躍できるキーパーはやはり信頼度が違いますよね。そうですよね、クラブでも代表でも不動の守護神として活躍したジーダ、彼のプレーから目が離せません。素早いパスで攻め上がっていきます。これは奪い返します。シュートこぼれた、さらに行った、来た、先制ティグレス。サラー、いやーよく反応しましたね。いやポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないととっさに反応できないですからね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。さあティグレス、今日先制はシュート。ティグレスとしてはここも高さで当然勝負してくるでしょうね。キーパーインターセプトを狙う、ダビド・ネレス、このボールに触ります。ニコロ・バレリア、スルーパス、澤田、裏のスペースを狙う。さあ一気にカウンター、さあ繋がるか。この位置でボールを受けます。長崎としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。と呼んでいたダビド・ネレス、秋野からターテへのボール、うわ展開入るまで来ましたね。このボールをカットします。メッシ、クライブからサラ、クリスティアーノ、カウンターですよ。澤田からクリスティアーノ、
澤田、さあカウンターのチャンスになります。ここはすぐ奪い返します。ここも固い守りでボールを奪います。ここはつながりません。サラー、このボール奪いに行きます。いいでしょう、ポジション切り替え。長崎としてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。このボールはつながりません。サラー、こぼれたところを押し込む。来た、追加点、ディグレス。さあさらに点差が開いています。フライフ、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。キーパーからのこぼれ球をイメージできてたんでしょうね。こういう一瞬の判断を発散できるのが素晴らしいですよね。さあティグレス、得点を重ね2対0という展開。ティグレスとしてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところでしょう。シュート、うわー、低く丁寧に打ち込んできました。サラー、長崎、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃と頭、危ないシーンでしたがクリアの対応。ここは下げます。厳しくチェックします。ペースを狙った。長崎、カウンターを仕掛けます。マルディーニ、ここは抜かせません。レフリー笛は吹きません。サラーからメッシー、スクイボール、もう一度コーナーキック。ティグレスは3本目のコーナーキック。合いませんでした。これはそのままラインを割りました。加藤、 There will be one minute added time. エジガルジュニオ、澤田からクリスティアーノ、右サイドへ振って、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。さて北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。まあごく一般的に言われるのは 2-0 は怖いことでもありますからね。まあゲームをこう終わらせたい、3点目はどう取れるかですね。ビファーレン長崎対ティグレス、では引き続き試合をお楽しみください。さあ後半スタートです。さらに得点が開いてしまうとちょっと厳しくなってしまいますからね。まずは後半の入り、積極的に仕掛けて1点返したいですよね、はい、インターセプト、秋野、澤田へ奪いに行きます。これは合いません。長崎、カウンターを仕掛けていきます。エジガルジュニオ、いいチェックですよね。サラーからネレス、スルーパス、バレッラからネレス、チャンス来た、足元のクロス、シュート。いやー今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。長崎、今のカウンターは危なかったですよね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあそういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。これは届くか、カットに行きます。クリスティアーノ、固いディフェンス、ここはつながりません。裏へ届くか、これは合いません。クライフからサラ、さあこのセカンドボール、バレッラからサラ、ボールはクリア、ニコロ・バレッラ、ここからカウンター早いでしょ。
ジグレスとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中してスタミナ消費を抑えているんでしょうね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね、まあその分カウンターでの威力は驚異的でしょうね、おっと、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。長崎としては少しまずい展開ですよね。流れを変えるにはベンチワークが選手同士のコミュニケーション、そのあたりが次になってくると思うんですけどね。さあ、ともに選手交代があるようです。危ない。Substitutions taking place.メッシー、ここはつながりません。秋野、米田、奥家、秋野、パスの交換、裏を狙う、さあ打てるか、シュート。いやー、北澤さん、これはいいセーブでしたね。素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。ファインセーブを見せました。ティグレス、ここクリアで難を逃れます。これを読んでいたレバンドフスキ、つながります。インターセプトを狙う、狙う、マルディーニ、このボール奪いに行きます。ボールはメッシへ、サラーからレバンドフスキー、エジガルジュニオ、さあカウンタースピードを上げたいところ、エジガルジュニオ、かわした、シュート。長崎、絶好のチャンス、ものにできません。前に行こうという気持ちはもちろんですけどもね、ちょっと慌ててますかね。ティグレス、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。Substitution on the field.長崎はコーナーキック2本目、守備陣クリアの対応です。インターセプトを狙う、おっとこぼれ球、エジガルジュニオ、スペースへ、メッシ、奪いに行きます。ロドリゴ、ここはいいプレスで奪います。審判流しました。スタミカットに行きます。うわ、展開早くなってきましたね。これは合いません。レバンドフスキからサラ、うまいですね。これはチャンス、クリスティアン、私の切り替えも早いですよ。ここは繋がりません。メッシー、ここでファウルがありました。桑崎、先ほどのファウルはイエローカードが出ていました。注意受けたんですけどもね、まだ荒さが目立ちますよね。
ロドリゴ、フリーで受けた、奪い返します。このパスを受ける、これはファールの判定。これ出るんでしょうかね。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。さあ狙える距離です。ここをしのげるかどうかでしょうね。止めた、セカンド拾えるか、拾えるかな。2 added minutes has been indicated. どうだ、ミドル、こぼれます。さあボールを追う、仕掛けるタイミングを測る。さあ時間がないところ、フリーキックに変わります。さあ誰に合わせてきますかね。主審時計を見ながら長いホイッスル。2-0、長崎負けてしまいました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。長崎としては2点とも前半の失点でしたから、立て直す時間は十分にあったはずなんですよね。最後まで流れをつかめずに終わったというのは非常に残念ですね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。長崎が2-0、2点差をつけられ敗れています。Hello everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation.
各チーム生き残りをかけて激しいサバイバルが続いています。フットボーラーのプライドをかけた戦いを存分に堪能しましょう。この時間は日本対ヴィファーレン長崎、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームは e フットボールスタジアムで行われます。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。日本対ヴィファーレン長崎。さて北澤さん、この試合注目している選手はいらっしゃいますか。シュート来た、先制日本、開始早々先制ゴール、早速来ましたね。さあ日本この時間に先制に成功です。このゴールは大きな1点ですよね。しかも時間帯もいいですよね、はい、これで流れもつかめるでしょうし、このまま勢いに乗っていきたいですよね。秋野、クリスティアーノへ、小橋の切り替えも早いですよ。スルーパスを出す、ジャカ、高橋、カットに行きます。長崎カウンターを仕掛けていきます。スペースを狙う、シュート、オナナ、キーパーこれよく止めましたね。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。日本なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ジャカ、フォイト、インターセプトを狙う、ここは読んでいました。うわ、展開早くなってきましたね。ジャカ、組み立てながら攻め上がっていく、抜けてくる、守備陣クリアの対応です。これは合いません。狙えるか、シュート、ー追加点日本、立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。美しいパスワークからの5、シュート、こぼれたところを仕込む、ついてた日本、立て続けのゴール、決めてきました。キーパーの弾いたボール、うまく詰めました。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。ポジショニングも良かったですし、きっちりセカンドボールを押し込んでいいゴールでしたよね。さあ日本3点差までその差を広げています。立て続けでしたよね、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですよね。もう1点いけますかね。さあカウンターを仕掛けます。このボール奪いに行きます。トクラ、ジャカ、ジャカへ、ジャカからシルバー、ここからカウンター早いでしょ。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。高橋、奪いに行きます。追いつけるか。レンチルウェル、長崎は現在0対3とファーストハーフの半ばでビハインドという状況です。3点差ですけどもね、まだまだ時間がありますから、それこそ折れたら終わりですからね。前半のうちにまず1点詰めたいですよね。厳しくチェックします。あー、これファー、取らないですか。レフリーチャンスになる。スタミ、これはいいプレー。いいですよ、ポジション切り替え。
ロドリ、トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどね。ジャカからコマン、コマンからホーランド、シュート、今日4点目かというシーン。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ヘディング、いや今のは惜しいシーン、シュートは枠を外れていきました。まあディフェンダーがしっかり寄せてましたからね、狙い通りのシュートというのはなかなか難しいですよね。ここも固い守りでボールを奪います。ジャカ、ここはつながりません。来た、これはシュート、笠原のセーブ。いやーキーパーいいですね、奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。長崎、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあそういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。サラー、サラーから浮き球のパス、サラーからのスルーパスは通りませんでした。絶好の位置で受ける、クリスティアーノ、澤田、裏を狙う、このボール奪いに行きます。ベンチルウェル、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。トクラ、サイドへクリアです。そして今前半終了の笛が吹かれました。結果前半は3対0、長崎今のところリードを許しています。チームとしての攻め方、守り方にちょっと前半迷いが見られました。このハーフでうまく修正して後半に臨んでいってほしいですよね。前半ですでに3点の差をつけています。この後もう1点を追加するようなことになれば勝負の結果を大きく左右する1点になるでしょう。日本対ヴィファーレン長崎、それでは続けて試合をお楽しみください。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。長崎としては、まあ、このハーフタイムでどういう修正をしてきたかですよね。そうですね、ポイト、積極的なディフェンス、ここは通しません、審判流しました。澤田からトクラ、これは合いません。トクラからクリスティアーノ、ボールを受けてシュート、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。固いディフェンス、中心ファウルを取りました。優位に終わります。ここでのパスは危ない、パスでつないで攻め込んでいきます。トクラからクリスティアーノ、仕掛けるかと呼んでいた、ここはつながりません。さあクリスシュート、危ないシーンでしたがここは大きくクリア、クリスティアーノ、シュートもあります。ジャカ、スペースへ、日本カウンターを仕掛けます。ここは奪います。
さあ徳良どうだ、このパスを受けるシュート、ーこぼれます。The attendance for this match was 72,306。 ショートでタイミングずらしていくのも効果的かもしれませんね。この高いディフェンス陣崩すことができるのか。トクラ、このパスがつながります。ジャカ、ウィリアム・サリバ、サラーへ、ポイト、ジャカへ、いいボールでしょ、ジャカ、ロドリへ、ロドリからシルバー、ジャカ、スルーパス、フリーで受けた、ペナルティーキックです。長崎ペナルティーキックを与えてしまいました。Substitutions taking place。相手を引き離す大きな大きなチャンスを得ました。いやでもね、相手にとっては辛い状況ですよ。これを決めて追加だ。ここは確実に決めてきました。しっかり逆を狙ってきましたよね。いいキックでしたよね。サラ、今日2点目のゴールです。さあ日本、このゲームの主導権を完全に抑えています。インターセプトを狙う、サラーへ、シルバー、ジャカへ、この位置で受ける、このパス回し、ジャカから左へ、もう一度中へ、細かいパス回し、これは合いません。さあ打てるか、うわ、取らないですね。さあカウンターのチャンスになります。長崎としてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。素早いパスで攻め上がっていきます。ここはつながりません。桑崎、高橋、ここは対応します。裏を狙っていきます。いいボール入りますよ。コマン、これは積極的なチェック。高橋、クリスティアーノ、高橋の切り替えも早いですよ。ここは競り勝ちます。いい展開ですね。どうだこのシュート、いやー期待したいですよね、意地の一発。どうだ、パスをつなげます。いいプレッシャーです。コマン、
さあ一気にカウンター2 added minutes has been indicated. さあ左へ預けてもう一度このパスはキーパーへここで笛です4対0長崎大差で敗れました完敗です北澤さん試合を振り返って一言お願いします前半ちょっと浮き足立ってましたよね早めに相手の流れを断ち切ることができればまた結果も変わってきたと思いますけどやはり3失点は大きかったですねはいありがとうございます、そろそろお別れの時間となります本日の解説は北澤剛さんでした北澤さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました長崎が大差での敗北を喫しています